しも私が大人になって結婚して子供を産むようになったら、お月様を見て一人でに涙を流すこともなくなるだろうと魚の女の子は思いました。だからこの大切な涙を海の水と混じり合わないように大事に取っておきたいと貝の中にしまいました。そして魚の女の子は大人になってそのことを忘れてしまいました。でも真珠はいつまでも貝の中で女の子が迎えに来てくれるのを待っていたのです。魚の女の子、それは誰？母のない子に本がある。本のない子に海がある。海のない子に旅がある。旅のない子に恋がある。恋のない子に何がある？ひまわり咲いて日は暮れて、恋のない子に何がある？字を一つ書きました。一本じゃかわいそうだからと思って、もう一本並べると林という字になりました。寂しいという字をじっと見ていると、2本の木がなぜ涙ぐんでいるのかよくわかる。本当に愛し始めた時にだけ寂しさが訪れるのです。ほどかれて少女の髪に結ばれし、葬儀の花の花言葉かな。トンビの子、泣け惜しも来た金叩き、奪捨て以前の母眠らしむ。かくれんぼ、鬼のままにておいたれば、誰を探しに来る村祭り。泣き母の真っ赤な櫛を埋めに行く、恐れ残には風吹くばかり。
降りながら自ら滅ぶ雪の中、大父の御子神を我が水。濁流に捨て岸もゆる万寿しゃげ、赤きを何の生贄とせん。見るために両目を深く盛んとす、カミソリの刃に地平を映し。新しき仏壇界に行きしまま、行方不明の弟と取り。水差しのタバコで北を刺す時の、北暗ければ望郷ならず。